野球に続きサッカーも、しかも国立競技場でパフォーマンスさせていただけたのが嬉しかったです。私はいつも決まってるのが、野球の時もそうだったんですけど、編み込みカチューシャにサイドポニーをするっていう、なんか背番号が見えるからなんかポニー系がいいなって思って、野球の時にその髪型にしてから、なんかそういう背番号系、あのサッカーとか野球とかの時はこの髪型にしてます。久々にやりました。背番号が見えた方がいいですよね。せっかくね、あの自分で番号を決めさせていただいて、名前も書いてあって、名前はねパフォーマンス中見えなかったけど、そう、そうなんです。背番号45番です。今回は2桁までだったので45番にしました。野球の場合だと3桁までなので045にしてます。045は横浜の市外局番です。で、初校です。みんな背番号の謎。でも結構なんか誕生日のメンバーがいたりが多いかな。誕生日が多かったかな。あとはなんかこう選手と同じ番号でもよかったので、そう、選手と同じ番号にしたりとかでしたかね。うん、そう、滝脇って書いてあるので、あのよかったらあの写真見てみてください。全員の集合写真にはあのシャツインしてるから見えないんですけど、一人で撮った載せたやつがあるのでよかった。あ、着替えて帰りました。ちゃんとちゃんとって言い方もあってるのか分かんないけど、着替えて帰って、はい、また家で着替えました。はい、しょこちゃん普段サッカーを見るの、なんかいつの時だったかな、何年か前のワールドカップだったか、なんか夜中にやってたやつはなんか見た時もあったし、昔々にあの見たっていうか、そのテレビで見たことあったし、あの昔々にあの小学生の時かな、小学生の時とかにあのあれです、小学生の時とかに横浜のサッカーを見に行きました。日産かな、どこだったんだろう。はい、野球の観戦、野球観戦、違う、サッカー観戦しました。はい、うん、ちょっと場所忘れちゃった。キングカズさんを見ました。そう、かな、ちょっとわからないですけど、はい、覚えてないですけど見ましたね。横浜 FC の方ですかね。はい、今日は FC 東京、そう、横浜 FC を見ました。その時は今日は FC 東京ということで、え、 FC、 サッカーの FC ってどういう意味なんですか。私ファンクラブしか知らなくて、 FC ってどういう意味の、なんかサッカーで多いですよね、 FC って。フットボールクラブ、ほう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 、そうなんだ、フットボールクラブの略なんだ。学び、そうなんですね。有名なんだ、みんないっぱい答えてくれるってことは。フットボールクラブ、
ファンクラブでしか FC って使ったことなかったから。5万5000人だったかな。すごいですよね、5万5000人の前でってすごいですよね。いや、さすがにファンクラブじゃないことは分かったんだけど。国立競技場すごかった、広かったですし、なんかどこの席でも見やすいんじゃないかなって思いましたね。うん、最後まで、後半の前半はパフォーマンス前だったからあの席座って見ることはできなかったんですけど、後半パフォーマンス終わってから見に行きました。最後まで見ました。絶対アイドルやめないでとイコールラブをワンハーフで披露させていただきました。勝てて嬉しかったです。なんか後半もいっぱい点いっぱいって言い方わかんないけど点入ってて、点入ってる時が見れたので、そう嬉しかったです。私のサッカーのイメージ的にはなんか1点とか2点とか1対0、2対0みたいな、2対1みたいなイメージだったから、4対1、今回4対1でいっぱい点入ってるところが見れたので嬉しかったですね。うん、しちゃんと自分たちがこう席に座って見て応援して点入ったって、そう感じで嬉しかったです。あ、スタジアム飯食べたというか、はい、始まる前に食べました。あのお弁当もなんかタレにこだわりましたみたいなお弁当を食べまして、あとはあのウインナーソーセージかポテトみたいなやつと、あとベビーカステラをみんなで分けて食べました。最後まで見ました、ちゃんと。私なんかスポーツ観戦が好きなので、そう楽しかったですね。キックオフ前花火上がった。なんかさ、そうなんだっけ、前に野球でその神宮かな、明治神宮でやってた時に、ヤクルト対ベイスターズかなの配信を見てた時に、隣のサッカーがあの始まったから花火上がってるから一時中断みたいななってて、えーみたいな、そんなことあるんだってなってて、そこでなんか始まる前に花火が上がることを知りました。そう、だから今回も花火上がったって聞いて、やっぱ上がるんだってなった。そうそう、お探ししました。そうだから逆になんかそのなんか花火上がるときはサッカーはどうなるんだろうって思いながら、そうパフォーマンスしたいスタジアムありますか。横浜スタジアムですね。パフォーマンスはしたことないので、暑くなかった。あ、
リハーサルの時はまだ日が出てたので暑かったんですけど、まあ自分たちがパフォーマンスする時暑かったけど、なんか昼間に比べたらみたいな感じでしたね。だからなんか改めてそのなんかすごいなって思いましたね。サッカーとかもなんかその日に当たりながら、その昼間の時間の時もあるじゃないですか。でずっと動き回って、交代にあるにせよ90分間動き回って、なんかすごーってなりました。みんな終わった瞬間はぁみたいな感じの選手が多かったから、やっぱ疲れるんだよと思って思いましたね。そうですね、野球になれると2時間は早い。そうですね、野球平均3時間なので、そうですね、早いかも。しかも絶対サッカーは大、まあ絶対っていうか大体もう大きい大幅に時間が変わることってないじゃないですか。2時間なら大体2時間みたいな感じじゃないですかね。1時間半ちょいみたいな。でも休憩あるから、ハーフタイムがあるから2時間ぐらいかね。一瞬かもね。サッカーはインプレー中の撮影は OK ですか？マジでサッカーのルール知らないけど、野球はねダメになっちゃうからね、気をつけないと SNS 載せるの。あ、これはヘアさんにやっていただきました。髪の毛かわいいですよね。ね、ユニフォームかっこいいですよね。なんか赤青だと思って、その話を聞いた時に赤青だと思ってたら、黒だかっこいいってなった。黒ってなんかかっこよくないですか。なんか勝った後もなんか選手方の喜んでるイエーイみたいな声が聞こえて、ヤモリ使え、いや、そうですね、ヤモリ使わなかったらもうバラバラですね、歌もダンスも。多分めっちゃ反響すごいからね。黒かっこいいよね。配られたユニフォーム青だった。そうなんだ。黒。楽しくパフォーマンスできましたし、サッカー観戦もすごく楽しかったです。またサッカー見たいってなりましたね。ユニフォームいただけましたね。まあ誰も45番滝脇が入ったユニフォームいらないんじゃないですかね、置いてっても。わかんないけど、なんかね、なんかペリペリって剥がせる系だったらね、 再利用みたいなあるかもしれないけど、基本あの野球もユニフォームいただけてますね。名前の入ったやつ記念です。初めてね、初めて国立競技場だったけど、でも緊張したけど、自分が全然思ってる以上には緊張してなかったかも。私の中が終わればソロはないので、うん、緊張
いつもよりかは少なめだったんじゃないかな。あとはなんか瀬取り覚えれてるかなって不安になる時とかもあるんだけど、瀬取りが多いとね、曲が多いと、そういう不安もなかったからなのかなとは思いつつ楽しめました。うん、緊張しないっていうか、なんか楽しめたって感じかな。上まで言えました、ちゃんと。楽しめました。緊張でガチガチの時も多いんだけど、ファーストテイクでも私の中緊張してるなと思った。そうなの、緊張しちゃうんです。自分がソロが来る直前だと毎回緊張します。でもなんかそれ以上に今日は楽しめたなって思います。はい、上編んでます、編み込みカチューシャ。今日お久しぶりのヘアさんで嬉しかった。もう何年ぶりだろう、2年半とかぶり、わかんない。フラミアさん、推ししか勝たん、ありがとう。マイカとショコが歌う、2人で歌うこと多いけど声の相性いいか。え、どこだろう、君だけでとマイカと一緒に歌うこと多いかな。あとどこだろうな、なんかさ言われたら、あ、そうそうそうってなったり、こう自分でこうやってそうしてるなるけど、多いかって言われるとわかんない。確かに夏まとめ、心もぴょこん跳ねた、でも一番多いのはあんちゃんかな、新芽のことが多いからかな、うん、自信も持ってないの絡み好き、自意識すでにね、自信も持ってない、あれはソロだけど、まあ、絡み絡みですね。スタッフさんに食後フォロー氏がいるんじゃん。マイカは歌が本当に上手だから、なんか自分が安心して歌えます。うん、意地悪中さん、ありがくま、くまままままま、ありがとうくまさん、ありがとうございます。うんぼさん初見、ありがとうございます。誰が多いかって言われたら、まあ最近はあんちゃんが多いけど、すべてを合わせたら誰が多いんだろうね。それぞれ。うん。それぞれあると思うけど。最近はそうあんちゃんが多いけど、昔とかだとどうだろうね、二人ってなると、二人は昔って三人とかだった気がする。うん、二人は目に多い？急ぐ冬の道、一緒に歌ったね。昔はゆりさんとのイメージ多い？なんかすぐパッと思い出せない。アンナと代理の、あ、時間をか、あ、でも時間をかけ足はもともとあんちゃんとじゃないから、そういうのはあるかも。もともと違うメンバーだったけど、みたいなところはあるかも。
それはそうすると優しく抱き寄せてとかもそうだね。強引にキスをするももともとあんちゃんとじゃない。うん、もともと3人だから。あそこね。そう、まあそれで言うとまあ増えてるけど、あんちゃんとのやつはそのもともとで考えたら最近が多いって感じかな。最近3人パートってだいぶ減った。確かに2人かな。うん、3人3人最近の3人ってどこだろうね。最近だと絶対アイドルは2人だし、シュクリームはリサとだね。ほんで、デモンティは2人はないか。あ、シュークリームも2人だね。ミリニアとだもんね。デモンティはない。ノロノロ、ノロノロも2人はないね。ないよね。あ、あるわ。あったわ、瞳と歌ってるわ。だから3人ショコミンミリにゃある。絶対アイドルでショコミンミリにゃある。え、どこだろう。どこだろう。もっと好きだわ。ゴーゴーな気がする。ずーっとはオールかな。あ、最初以外は。最初は2人だもんね。チョコミンミリない気がする。多分。わかんない。あ、第三ボタンはあるね。またどこかでなんて。簡単には言わないで。変えてきたら一番にっては3人だね。はい、それが一番最新かな。かもしれないね。ですね。3人でした。意外とね、2人、まあ昔の曲に比べたらその1人が多いかな。結構2人のパートレコーディングの時どうなってるの。最初のレコーディングだったら何もできないけど、自分が2人目だったら相性を見て、どこだっけな、なんかあんちゃんと歌ってるとこがあって、息吸うタイミングが違くって、え、これあんちゃんに合わせた方がいいですよねってなったところがあった気がするんだよね。忘れちゃった。どこか忘れちゃったけど、最近、割と最近だったと思う。あ、一緒には撮らないですね。それぞれで撮ってますね。はい、とかも相性見て、うん大丈夫だね、じゃあ OK でみたいな、とか
ちょっと合わせて、あ、もうちょっと明るめでとか感じとかありますね。はい、何の曲か忘れちゃったけど、ワンちゃんと、例えば全然違うと思うけど、手帳になんとなく挟んだとかも、あんちゃんが手帳になんとなく挟んだとかだったら、私は手帳になんとなく挟んだとかだと息吸うタイミングが違ったりとかとか、なんか息吸うタイミングが2人で違って、先に取った人に、その時はあんちゃんが先に取ってたから、先あんちゃんに合わせた気がする。なんかそこじゃないけどね、その部分じゃないけどね、うん、自分が歌うところだけ撮るんですか。そうですね、基本的には。あのプリプロって言って、まだ歌割りが決まる前は全部撮ります、全員分。だからウィークエンドストロンとかもう、ダメコメのポエメンマイスラジャチンゴメンって歌ってます。一応全部覚えて歌ってます。ここですとか指定されるものだと思ってた。あでもなんだっけ、メイクにファッション花があるミリニャ上司の憧れスイティカは、もともと私の歌詞を作った時はメイクにファッション花があるミリニャ女子の憧れスイティカーって歌ってたんですけど、そこ上司のでって言われて上司のになりました。そうだから、いっぱいアドバイスはくださいます。はい、こんな感じ。そうつるっと全部歌います。女子かと思ってた。女子です。そう、あ結構言われてんの上司って。まあ上司の憧れかもしんないけどね。わかんない、誰もの誰ものもう憧れですね。はい、そう、なんか多分なんかその音的にとか、その音楽的に、その裏の音的にとか、そういうので多分そうなったんだと。はい、そうですね、部下も憧れ。上司だけじゃなくて部下も憧れだよね。そう、そんな感じでしたね。そういう指定というか、そうアドバイスくださる時もありますとか、これ息吸うならどこですかとかいう時もありますね。そんな感じですね。うん、レコーディング。どこで吸ったらいいんだろうみたいな時あります。あ、それこそ自意識の時、どこで息吸ったらいいんだろうってなった。なんか自意識はすでにネジを持ってないって全部私はつなげてたんだけど、ライブ中息持ってないみたいになっちゃって。これ息吸っ、多分取る時は大丈夫だったんだけど、ライブとかになると「自意識はすでにネジを持ってない」って歌わないと「持ってない」って伸ばせないんだけど、なかなかね吸うとなんか難しくて、そう歌う前にいっぱい吸おうみたいな気持ちですね。自意識はすでにネジを持ってない、一気に一息。
それで言うとレモンティー、海とレモンティーも一口だけもらったあの時も火で、一発目が火だから一発目の音出したいから火って歌うと火、なんだっけ、一口けもらったって火で全部なくなっちゃう時あるんだよね最初の方とかヒーで全部なくなっちゃう。まだまだ練習が必要です。ライブだとね、なんか普通にこういう時は歌えてても、ライブだと違ったりするから学びが多いです。こうみんなの前でやるとかの時も、ちょっとずつ、ああこうしたらいい感じだなーとかなりますね。とかマイク通して聞いたらなんか声低いみたいな。私の中では嘘じゃないのもなんか嘘じゃないのっていう気持ちなんだけど、自分の耳で聞くと嘘じゃないのぐらいで聞こえてるの。その自分のこのトーンの差が結構そう違うんですよね。そうだからリハとかの映像見て待ってみたいな、こんな低いのみたいな全然可愛い声じゃないってなって、思った以上にもっと明るく嘘じゃないのってもうなんかって感じで歌うようにとか、そうそうなの。歌う機会があったり、こうマイクを通して歌う機会が多ければ多いほど学びがあるんだけど、あのソロとかがないとわからないんだよね。結構何人かで歌ってるとなんかあれ今のこれ私かなみたいな時とかあるから、そう最近だとソロをいただくことが多いので、ちょっとずつ歌う機会が増えて、ちょっとずつ成長できてるかなと思いますね、はい、なんだっけな、忘れちゃったなんかすぐ喋ろうと思うこと忘れちゃうんだよね。こうやって喋りながら次このお話しようって思ってて、喋りきったらもう何の話しようとしてたか忘れちゃうんだよねうん、もっとソロ増えてほしいって思ってもらえるの嬉しいです。いただけるように頑張ります。みんな上手だからね。自分のソロが増えるってことはさ、まあ歌詞が多い時もあるけどさ、やっぱ減る人も増えるというか出てくるじゃん。だからもっと自分が上手になれるように頑張ります。歌詞が多かったり歌詞が短かったり少なかったりすることもあるから、それあの笑顔のレシピとかって少なめ、なんか2番がないみたいな感じじゃないですか。絶対アイドルはソロは私の中なんだけど、二人で歌うところが多いかな。君だけでも二人だし、目が慣れずに覚悟はしてるから歌う機会をたくさんいただいてますはい、ユニフォームよく見せてなんか自分が歌って2人みたいなのが多いかな。あの通行しだ、いや違う違う、一口だけもらったはソロで、あの時は花ちゃんと2人だったり、そう私の中の1人で、君だけでが
相方だったり、そういうのが多いかも最近はね。浮きょぷかぷか水がっぱしゃり跳ねるは一人で、心もぴょこん跳ねたが前かと二人だったり、そうそうそう、そういうのが多い気がする。あのまあこれはちょっとなんか違う感じかもしれないけど、あのカスタード生クリームダブル買いましたお二人だし、うん、ちょっとなんかそれこれはね違う感じするけど、リサ私チョコリサみたい な, なんかそれはなんかちょっと違う感じだけど、そういうそういう感じですね。はい、他のメンバーと重なる声いいなって思ってる、わかりますか。でもこれもわかりやすそう、誰の声って。歌が上手になったらありがとうございます。なんか歌が上手になりたいよね。あのわかりますか、私は練習したところが上手く なってくって感じなんだけど、なんか歌が上手くなりたいまあそりゃ練習しなきゃ上手くならないんだけどさ、あの練習してない曲は上手くないんよ、その他の方の曲とかイコラブの自分のパートとかはどんどん上手くなってくけどあの他の方の曲とかも上手くなりたいよね。もう感覚なのかなあれはね、わかんないですけど、はい上手くなりたいよねだから結局そのあこうした方がいいんだとかなるじゃないですか、自分のパートだと。でどんどんあこうした方がいいこうした方がいいって上手くなっていくんだけどこうした方がいいっていう気づきがその初めてっていうか、あの自分の曲じゃないとないから、そうファーストテイクなんでハートポーズしたの、こういう振りだからです恋よりももっと好きだっていう振りなんですよ、だからこうやってやってますはい、頭の中では踊ってるので、はい、ハートをしてましたねそう、カタフストロフィーって違う声の出し方って感じする。そうですね、低めです。もう夜明けの時なのにここで歌ってるって感じもうみたいな。基本はなんかこの辺で歌ってる低め高めどっちが歌いやすい、低めの方が歌え、低めの方が音域広いんですけど、低めの方がマイクに乗りにくいんですよ声が。それが難点低い方が自分が出しやすいんですけど、はい、マイクに乗りにくくて難点です、悩みどころですね。サビとかは高いです、とってもイコラブの楽曲基本的に。声なんか通る時の声質、あのオーダーリンとか結構通る声のトーンなんていうの高さなんですよね。うん、だってもっともっと二人ならこの世のどんな、そうだね、祝祭が一番キー的には歌いやすいかも。難しいけどね、トゲを抜いたララ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 ラみたいなの難しいけどね、うん、夏が夏が
声好きってありがとうございます。ニコラブに入ってからです、声好きって言ってもらえたの。まああんまなんか普通に生活してて、え声好きみたいなあんまないけどね、そういう機会が好きじゃないって言われたこともなかったけど、トシーさん、ありがとう、ピットクマちゃん、 I love you、 ありがとうございます。明日メイク配信したいなと思ってます。本当はさ、昨日のまあ11時半ぐらいからショールームやろうかなって11時過ぎに思ってたんですよ。でメイクをしてたんです、メイク昨日メイクしてたからやろうって思ってお肌まで全部取らずにやってたんです。そしたら多分11時15分ぐらいに寝ちゃってびっくり、寝落ちびっくりでした。だから今日はちゃんとできてよかったです。本当は昨日やろうと思ってたんです、残念、起きたら0時過ぎてました本当に。でも昨日は本当に朝から晩までだったので、そうまあお疲れ様って感じですけど、あお風呂入りました寝落ちして起きて入りました0時過ぎてましたけど、さすがにお風呂入らずにあのライブ行かないですよ。ライブっていうかサッカーかあのライブ、ライブっていうんですか、スペシャルライブ、起きた時にっ、 ってなって、ショールームしようと思ったのにってなった。お風呂キャンセル界隈にはならないですかね。ちょっと嫌かも嫌かも。ぼちぼちでいい、いややろうって思ってメイクしてるしやろうって思ってたんだけど、なんか寝てた気づいたら寝てた。風呂入りに行くのがとても苦手、あー分からんでもないけど、なんか入らない体って自分の中で気持ち悪い、自分が自分が気持ち悪いかも、結構。特に夏なんてさ、もう汗かいてるからさ、だってさもうさ電車に乗るまでに汗かいてるからさ意味わかんないよね電車に乗るまでにもう前髪がもう汗だからはなんか汗だくだから、もはやなんか前髪とかもお風呂入ってないみたいなもんになっちゃって嫌だよね。まあちょっとずつ涼しくなってきたのかもしれないですけど、湿度がねちょっと嫌だよね。本当に耐えられん。朝と夜涼しいよね。まあちょっとは涼しくなりましたね。でも暑いです。暑いから帰ってきてすぐエアコンつけます。今日いたよーってありがとうございます。結構イコラブのファンの方、あのうちわとかあの目立ってたし、あのペンライトもうなんか見えた気がする。ペンライト色付きで見えた。見えましたし、黄色 T シャツ着てる方も見えましたね。ありがとうございますショコランティー、わかんない、ショコランティーかわかんないけどショコランティーだと思ってる見えました。寝るときはエアコンつけないですね。昨日はついてたけど寝落ちしちゃうときは本当に寝る直前に切るのでとかタイマーとか つけるのであれですけど、
基本切りますね。で朝まあ1時間ぐらい前に起きれたらもう一回つけるけど、30分前とかだとつけないかも、もういいやって。そう、エアコンつけっぱだと喉やられちゃうから、暑くて目覚めないんですこれが。うん、あ、そうだ、みんな生誕グッズ届いてて嬉しいです、ありがとうございます。ツイートいっぱい見ました。エアコンに扇風機は重ねません。みんな嬉しい生誕グッズゲットしてくれてありがとうございます。ありがとうございます。よりの写真、お目目に星が入ってた、どういうこと、そうなんですか、星が入ってたってどういうこと、星を入れてくれてるのかな、どういうこと。目キラキラしてた、よかった、光が入ってた、今も入ってるでしょ、どうですか。キラキラ、星の幸せを願った、だけどでもね、だって君はアイドルよ。ユニフォーム似合ってる、嬉しい、私服黒が多いから見慣れてる、みんな。でもねプリプロは言った、言ったかも、基本一人で歌った時は言ってなかったけど、多分撮ったと思う。でもね、あ、でもねじゃなかったのかな、歌詞ちょっと忘れちゃった、撮ってるはず、一応全部ね、セリフも撮ってるんだ。ショコちゃんとシュークリームどっちが好き？いや、ショコちゃんでは撮ってないな。そう、もう撮ったし、まあ、ショコちゃんじゃなかったけど、じゃあショコちゃんが悪いってことをも撮りました。はい、FC 東京の応援歌聞こえました、聞こえた、なんかこうやってやってた、また私たちもあんまり歌詞わからないけど、ボール取ったらおーってなって、私たちもおーってなって、点入った時イエーイってやってました。このバージョン見たかった、見てんね、私は反省なしです、ポンポン。している君は好きじゃない、ハート。あ、FC 東京サポーターです、勝利の女神ありがとうございました、あ、ありがとうございました、お邪魔させていただきましたし、最後まで応援させていただきました、おめでとうございます。野球、野球じゃない、いつも野球見てる、サッカー見るのも楽しかったです。オフサイドは理解でき、あ、オフサイドはでも、あの、私小学校5、6年生の朝練でサッカーだったんですよ、サッカーやってたんです、なのでその時にオフサイドを知りました。そう、なんかオフサイドってなった時に、何みたいな、
そう、自分がしたわけじゃないけど、その現象を見て、え、何みたいななって、サッカー詳しい子に、え、オフサイドって何って聞いて、なんかこっち、なんか敵のこっち側に行くとオフサイドなんだみたいな、そのゴール側にいるとダメなんだっていうのを知って、ほうほうってなりました。そこからなんとなくはそうわかるけど、なんかよく見てるなって感じです。はい。うん、サッカールール難しいよね。でも、まあ、野球よりかは複雑じゃないんじゃないかなって思いますね。そうですね。野球の方が難しいですよね。なんで一気に4点入ったのみたいな現象だからね。サッカーは一応さ、そのゴールに入れば1点みたいな感じだからね。そうだね。サッカーの方が分かりやすいかも。今日ゆりさんにさ、サッカー詳しいって言われて、その見てる時にね、いや詳しくはないって言って、なんかどんな質問が来るんだろうって思ったら、なんか何回とかあるのみたいな、攻撃とかあるのって聞かれて、45分45分で前半後半があってみたいな、でそこにタイムが出てて、全部で90分だからあと10分ぐらいだねみたいな、プラス止まってた時間のやつがちょっと入る感じみたいな、よかったーってなった、答えれた。そうサッカー、そうだね、野球の話はさ、そういうクラブ多いかもしれないけど、サッカーの話であんまりね少ないからね。サッカー初めて見たんじゃない？イコラブ結構ね、野球観戦の時も初めて見るっていうメンバー多かったりするからね。まあ確かに義務教育でな、確かにそれで知ってる説もあるかも。なんかわかんないけど知ってましたね。はい。確かにさ、私イコラブアイの時、イコラブアイの時にさ、なんだっけ、ピボットターン、うわピボットターン、なんか学校のバスケの時にやったぞってなったから、バスケのことは分かったんだから、やっぱ私ちゃんと授業、真面目に授業聞いてたから。そう、真面目に授業聞いてたからある程度は分かるかも。うん、そうですね。真面目で偉い。そう、真面目に授業聞いてました。わからない時ほどバスケが一番わかんないんだけど、わかんない時こそ多分勉強してたから。頑張ってた。トラベリングみたいな。やんなきゃいけなかった。どれがトラベリングでしょうかみたいな問題とか出たりさするから。トラベリング。
こうやってやるんですよね、トラベリングって。審判はよくわかんないけど、そう、なんかなんかそういうのをやってました。よくわかんないけどなんかやね、審判が、審判のなんか動きはどれでしょうみたいな。合ってる。あと5分、早いね。そうだから、まあそう、テスト真面目に聞いてたからなんとなくわかるかな。コアな出題、そうなんだ。なんかルール、審判もやんなきゃいけなかったから、バスケ審判の動きとかも覚えてた。筆記でこう、こういう動きしてるイラストがあって、トレーニングのやつはどれでしょうみたいな。ちゃんとね、真面目に。うちの学校もそれだった。そう、そんな感じでしたね、中学。そう、サッカーも5、6年生でやってたから、なんとなーくなんとなーく分かってたね。そうで、6年生の時に10番、女子の10番をつけてたんだけど、その時の写真を探してたんだけど見当たんなかった。うん、女子が黄色のユニフォームで男子がオレンジのユニフォームだった。あ、違うかな、キーパーだったか、なんかすごいショコラだって思った。小学5年生が2番つけてたね。それの2番の写真はあったんだけど、うん、そう、なんだっけな、待って見るね。女子は黄色だったの。そう、集合写真を見て、男子がオレンジだ、女子が黄色、男子がオレンジですね。キーパーは灰色と緑だった。私は黄色でした。あ、集合写真はあれです、卒アル、卒アルにありました。あ、時間です、すいません。終わります。終わります。また明日お昼ぐらいにやります。ランキングタイム。13位、ヒロさん。12位、クイズさん。11位、チビタンクさん。10位、シソさん。9位バンダナさん。8位ターくん。7位ひろしさん。6位けけけさん。5位じわるちゅうさん。4位ゆきなさん。3位としんさん。2位あらめやさん。1位おもろちょさんです。ありがとうございます。2列目たかひろんりーさん。しょうりさん。ゆきぼうさん。 P21 さん。ライムさん。 URP さん。たしみさん。いっぴーさん。はたみさん。ハインゴールさん。すらすらさん。あおちゃん。ディースさん。やまにゃんさん。くまさん。ヒッキーさん。コロジーさん。サンピンさん。よっきーさん。アンドロメダ焼きさん。ジョアンさん。人生じいちゃんです。ありがとうございます。たくさんのおしのぎギフトコメントありがとうございます。今日はサッカーのハーフタイムのスペシャルライブをさせて、ハーフタイムでスペシャルライブをさせていただきました。ユニフォームでの配信でした。来てくださった皆さんありがとうございました。明日はお話し会です。よろしくお願いします。バイバイ、おやすみなさい。感謝、ありがとうございました。また明日会いましょう。
おやすみなさーい。ありがとうございました。